法哲学とは、法に関して、その制定及び運用や様々な人の法観念、法感覚、また、法現象と呼ばれる社会現象等に視点を当てて、哲学的に平たく言えば、既存の諸概念にとらわれることなく考察する学問分野である。そのため、具体的な内容について研究者間の見解の相違が大きく、法の一般的定義は困難となっている。 法哲学という用語は、ドイツ語のレクスフィーローズフィーの訳語として使用され始めたものであり、主にヘーゲル以後に一般化したものと考えられている。しかし、法に関する哲学は、すでに古代ギリシアのソクラテスの実践地に始まり、その後のプラトニアアリストテレス、またソフィストにおける弁論術にも見られる。日本では、法哲学との呼称、表記のほかに、 伝統的な法理学との呼称表記を用いることもある。伝統的に法哲学の研究が盛んな京都大学などでは、現在もこの名称が用いられる。よく見られる主張としては、実定法学が実情法を対象とするのに対して、法哲学は、あるべき法内し正しい法を探求する学問である、というものがある。しかし、法哲学が、 法価値論のみを対象としていた時代には、そのような考え方も成り立っていたが、現在では法哲学の対象が広がっているため、あるべき法を探求するというのも一つの立場からの考え方に過ぎないことに注意が必要である。したがって、現代では法哲学について多様な捉え方がある。これについては、例えば、牧野英一の広範な著作は、 その全目録自体に一つの法哲学体系が示されており参考となろう。また、このことからもわかるように、実定法学者の解釈的見解と法哲学とは全く別個で無関係なものではなく、調バす上の様々な目的から別に抗議されるということである。ただ、ハーバートハートの法の概念に代表されるように、法への挙手的考察を取る立場からの 限定的内容の考説が支配的である。次に挙げる法本質論とその他の4つに対別され、独立した形で論じられることは多い。このうち法本質論は論者のセンテンスに投影される程度で表面化せず、法関念論と法意味論がいわゆる狭い意味の法哲学であり、法哲学とを題する書物の中には法関年論のみを扱うものもある。なお、 これら4つは相互に関連した内容を含んでいる。現代では、一方において、法制度の運用を推進し、他方において、法制度を変遷及び崩壊させる可能性のある、コンピューターシステムに左右されない、法理論が求められており、法価値、形式法論理それぞれに配対される内在的、外在的な法認識と、その結合の法技術理論への関心が持たれ始めている。 これは、平たく言えば、様々な放価値の組み合わせ理論とその実体的、形式性の問題関心である。放価値論、法外念論、法変線論、法機能論、ありがとうございます。